絶好調に。おはようございます。今日の朝の鴨明さんのお題は、今日はなんか虫歯予防デーかなんからしいですよ。で、歯の思い出、かかりね、現場があるんですけど、ハイチュウとかね、そういうのを食べてて、いつもそれにくっついてね、銀歯が取れて、で、それが半年に1回ぐらいあって、で、そのおかげで歯医者にね行って、歯医者をメンテしてもらってたりしてたので、で、その習慣がついて、まあ半年に1回ぐらい、本当は月に1回行くのがいいんですけどね、半年に1回ぐらい歯を、見てもらう習慣がついたので、はい、歯の思い出って、歯の、まあ、なんじゃない歯の思い出はいっぱいありますけどね、うん、そうね、成人式の時にめっちゃすごい大喧嘩をして、何人か覚えてないけど、あ、でも、2グループぐらいの団体と喧嘩して、2人で。で、袋叩きにあって、その時に歯がぶち折れるという経験をしたことがありますね。そう、まだ成人式だから20歳ですよね。で、その後にその団体のボスみたいなやつを半殺しの目に遭わせた若気の至りの思い出があります。歯の思い出。ね、もういいんです。もう時効です。もう30年以上経ってるんでね。そう、はい、なんか病院送りにして一時入院してたそうです。そんぐらいにしとこう。昨日は面白いことがあって、昨日ね、夜の教室してる時に DTV でこういうドラマ見て、このドラマ見た方がいいですよ、ためになりますよってね、もうめっちゃ20代ぐらいの人の結婚してちょっとね経った時のその不倫の話なんやけど、もうすごい、あーって、やっぱこういうことしたらいかんよねって、うん、そう。すごいなんか身にためになる。いやいや、いかん、その通りみたいなね。最後すごい面白い結末やけど、はあってね、いいドラマ見たなーって。最初はやっぱね、うわーってね、ちょっとこう心が重くなったり、ね、恋愛のものって、その何かな、不倫とかそういうのが入るとちょっとドロドロしてくるけど、うん、途中からなんかさすが TBS オンデマンドね、 TBS 系のドラマは必ず自己啓発系のことが入ってるので、結果やっぱ人生ってね、楽しんでいきましょうって、前向きにいきましょうっていう、なんかこう刷り込みっていうか中に入ってるんですよね。面白い、うん、で、すごい、違う、そんな話じゃない。で、そういう話を教室の中でしてて、見た方がいいですよとかいう話をしてた時に、途中でこうなんか携帯にメールが入ったんですね。うん、で、普通もう、マナーモードじゃない、もう音消してるんで気づかない、メールとか入っても気づかないようにしてるんですけどね、その時だけはちょうどなんかね、音楽が止まったのか、音楽も止まるわけがないんやけどな、なんかとにかく音楽が止まったんですよ。うん、止まるはずないのに。止まった時ふっと見たら、そのピューってこう映像だけはここにメールな、どこどこからのメールみたいなのが入りますからね、それが入ったんで、あ、メール入ったんやと思ったら、
ツイッターのね、ツイッターのコメントなんかな、メッセージなんかな、よう分からんけど、俺がツイッターにもあげるんですよ、このドラマ良かったですよってね、で俺がそのちょうど言ってたドラマのあのドラマ投稿してるのに対して DTV からねメッセージがね、いつもあの見ていただいてありがとうございますと、これからもねどしどし面白い発信していく、面白いドラマ映画発信していくので見てくださいみたいなメールが来ました。受けた、めっちゃ。いや前からたまにね、いいねが DTV から入ってたりしよったんやけどね、いや本当これこそなんかコツ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 ねやり続けると奇跡が起こるっていうのがね、ずっとこれ面白かったですよっつってそうやって宣伝しよったら、やっぱそうやってね、俺どっかで見つけて俺のね、そんなんが来るんやなと思ってびっくりした。まさにこれが奇跡ですよ。ね、素晴らしい。みんなに見てって今たった今この話しよったら、この話のドラマのあの投稿に DTV からコメントが入ってるって、その言ってる時にですよ。なんかすごくないですか。ねえ、面白い。はい、そんな感じで今日はこの後 DTV でね、泣けるかは分からんけど泣ける映画を一本走りながら見たいので、よし、じゃあ今日のひとりさんの言葉、みんなただ頑張るだけではダメですよ、楽しく頑張った人だけが不況に勝ち残る人ですよ、笑って笑ってあんまり頑張るとダメですよ、頑固を引っ張ると頑張るになるけど最後にあまりいい結果は出ないのです、でないものです、必死で頑張ると必ず死にますね、必ず死ぬって書いてますからね、だから楽しく頑張ってください、そんな人だけがこの不況に勝ち残りますよ、笑って笑ってね、まあ不況って言えば今不況ですからね、コロナでやっぱりなんだかんだ言いながら公民館のおばあちゃんたちはやっぱ出てこれなくなるしね、公民館は閉鎖にはなってないんですよね、今回の緊急事態は閉鎖にはなってないけど、やっぱり来る人は少なくなってくるので、で僕たちの場合はもう少ないイコール収入がね減るっていう図式なので、うん、でも何、本当にいつも言うように俺が豊かに暮らせるぐらいのお金は入ってくるんですよね。でこの俺がやってる事業のね、夜親っていう人を健康にするこの事業もやっぱ笑顔でね、楽しくやってたら、その会員さんたちはちょっと来れなかったりしてね、チケット収入なんですけどね、チケット収入が減ったとしても市から助成が来たりとかね、誰かがね、はい先生頑張りよっけねっつって寄付してくれたりとか、うん、そういうことが起こるんですよ、笑顔でやってるとね。ごめん。笑顔でやってなくても来るものは来るんやけど、まあ笑顔でやってたら寄付された時とかに、うわー、ほんとありがたいです、ありがとうございます、いつも笑顔でね、お礼を言う癖をつけと、笑顔の癖をつけとったら笑顔で対応できるんですよ。で、すごい笑顔で対応してると本当に奇跡が起こったような気分になるんですね、昨日この DTV のメッセージにしても。でもね、これが必死に頑張りよったり暗い顔して頑張りよったりするとそんなに感激が薄いんですね。いやもう本当下手したらね、あの昔の本当にまだ、普通のね、人のこれやったら、うわこんなんもらってどうしようって、もう本当にね、あこんなもこうもらった時もらっても、いやいやいやみたいなね、でもらったとしてもその使い道が分からなかったりとかね、いいことが起きてるのにもう不安になってたりしてたんですよ、きっとね。昔はそれは必死に頑張ったり、もう暗く頑張ってたりしてたんですよ、そんな頃があるのってやっぱ体が悪かったんでね、病気だったんで、やっぱそんな頃があったんです。でも今はね、常に笑顔でいるから、
なんかこんな、なんかちょっとした起きたことでも、もう本当ね、これはいつもそうなんやけど、車を運転してて目の前に鳥が通っただけでも嬉しくなるんですよ。ありがとうって、もう目の前に鳥が通る、鳥が羽ばたいてるの見るとね、なんか嬉しくなる。なんか神様がこう、いいよって、お前羽ばたいてるよってビューって俺を、なんかこう俺の前をこう飛んでバーってな、導いてくれてたりするとね、本当お前しっかり羽ばたいてるよってなんか神様が言ってるような気がしてね、すごい嬉しくなるんですよ。はい、そんな感じで、もうとにかく笑顔でいると奇跡が起こるのでね、今日はなんかそんな感じでいいな。ひとりさんのも言ったし、ね、必死ではない、必死に頑張らないようにね、必ず死にます。笑顔で、笑顔で、そう、笑顔で頑張る。この頑張るは顔が晴れ晴れとするという字を書いた頑張るですね。そう、晴れ晴れと明日、晴れ晴れとした顔で頑張りましょう。よかったね。はい、ほお、はははお、イエーイ、いいぞ、いいぞ、イエーイ、よし、大丈夫でしょうかよ、大丈夫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 、なんとかなるでしょうかよ、なんとかなる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 、ついてる、大丈夫かよ、ついてる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 、よし、高評価ボタン、チャンネル登録、体に話、メタルに話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。そう、なんか昨日映画のことを言ってたら、マーコさんがこれおすすめですよって言ってたので、それレ、その名前忘れたけど、その映画を見にレートショーがないんですよね。だから平日行けんなと思って、ありがとうございます。ちょっとね、 YouTube のコメントってなかなかすぐ忘れてしまってね、コメント返しがなかなか、今思い出した、コメント返さんとなと。はい、そんな感じ。笑顔作って終わりましょう。ついてる笑顔で、にゃプチ、あれプチ。